はいどうも今回はまた Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、えー、っとね、あの体験版にいたこの子、キャプテン,プテンと、まあ、初対面ちょっと仲良くなって、で、一緒にツリー買いに来たっていう、<laughs> そのキャプテンのもキャプテンのパパとね、一緒に。 買ってきたってで今回はこの目標にもあるんだけどダニエルにクリスマスプレゼントを買ってあげるというこの兄貴としての姿見せていこうかなと思うかな、うん、何これ寄付箱だ寄付箱持ってだから無理だよ無理無理それは無理ごめんえ買えないじゃん10ドル 買えないじゃん。バーちゃんたちはクリスマスが大好きだし。買えないじゃん。ダニエル、どこででしょうお前、どこで金使ったのなんで九ドルしかねえのギフト。全部地元の手作りのガラクター。わかるわかる。いや、どうも。安くしてくれないですか こんな街にシンガオは、ね…バレるバレる。ええ。雲行きが怪しい。すごい素敵なマーケットですね。ここのクリスマスは最高だよ。どこに泊まってるのえモーテルです。ただの、通りすがりです。言うわけがない。今は、モーテルに旅行に来ましたそうか。チャールズと話してたから、てっきり見てる。見てるじゃん。親戚じゃない。ああ親戚ではなくて。 弟がクリスと友達で。なるほどね。クリスか。いい子だよ。いろいろ大変だろうに。何があるの。その背景ビーバークリークへようこそ。欲しいものがあれば、言ってね。ちょ割引してください、おじさん。そう、割引してよ。ビーバークリークで一番だよ。一か月ラビオリ生活してたから。変な感じ。ちょっと、おっさんや、割引して、どこでカメラ出てきた、今。おっさん、ちょっと割引してよ。 何これ果,果実臭何かとあることにやっぱ父さん思い出すなまあそうまあそうか壊れたおもちゃダニエルに壊れたおもちゃあげてもなまあそれはそれで風情あると思うけどな別にまあちょっと情けねえけど情けねえけどまあいいんじゃないの別に残念だけど見に行けないんだ 残りりのパイとエッグの国は貼り付けるかなあスケッチするだってスケッチしとっかじゃあここ多分1回しか凍れないしなこの絵売って増やそうぜね <laughs> お君絵うまいねってワンチャンあるぞああの子家んじゃない何いくんだっけ俺キャプテンと呼んでんだけど十分見たな書き始めもうカチャカチャうるさいかもしんねえわ まず外枠を書いて、で、あ、背景をね、次。パーツで分けるんだな、うま<し>い人は。勉強だったわ、普通に。パーツで分けて書くんだな、一緒に書くんじゃなくて。でもなんかな、それができる時点でうめえんだよな。<laughs> それができる時点で理解力がすごいんだよな。うまいやつじゃないと理解できないんだよ。よし、そろそろろくぞ うめえな木の描き方影の付け方うめえな描き書いてあればいいのなキャプテンよし覚えた覚えたってすごいよな毎回思うけどおいいじゃん何描いてるの来てるはあすごいねもしかしてプロとかだったらいいね <laughs> どうしろとだよ 絵師ですよ僕は。大冒険の話とか、キャプテンスピリットとスーパーウルフの。ハリウッド映画みたいなやつな。ブログにあげるかマカンガイトケねえなんか、モシロイいいカイテクレナイコイコタバー。ワカンナイケドカいイモノキャプテン可愛いあさティドチニスルカナインビかユフォか ゾンビっってかっこいいか <laughs> 宇宙船の方がかっこいい気はするけどなイメージ的にはまあスプねスター・ウォーズとかもあるわけだからゾンビって別にゾンビが主人公でかっこいいってなくないうんそうだなビーバークリークに迫る巨大な宇宙船とか <laughs> えっ空想もできんのお前すごっあてかいるじゃんダニエル よしそろそろ描くぞあ上書きすんのやば天才じゃんないわーかわいいかわいい反応プレゼントしようぜこの子にせっかくなんだしさ、うん、絶対喜ぶじゃん絵描いたら。 じゃあ、買ってるか、ダニエルのために。おっさん。ちょうだい。喜ぶか分かんねえけど。まあ、9ドルしかえんでおっちゃん。お座りくまちゃん。まあ、お金ないしな。これにしようか。え、ってか、あれはちょっと待って。ちょっと帽子のやつでもあるじゃん。まあ、いいや。ダニエル、喜ぶか、でもこれ。えどうすんの、これ。見る。 あ,あこれで払うでいいのか。えー、でも、ダニエル、喜ぶかなぁ。もう、もうちょっと見てみるか。ダニエル、喜ぶかあんなかわいい雪だるま。路上シンガー。この子、すごく間違いな感じだ。かっこいい。本当だ。この子に金やれる、チップやれるほど俺はね、お金ないんでね。申し訳ないけど。うわ。これ書いたやつ。

<laughs> そりゃもう全然売れないのにね。安くしてくれたら買いますよ。本当？本当？ああ、最近は手作りのクリスマス飾りなんて売れないんだよ。<laughs> まあ、みんなやるからな。デパートのせいで、商店は全滅よ。どうしようもない。ああ、でもパートができちゃったんだ。なから。まあデパートはなあ、商店街の敵だもんな。時代の流れ。 ままあ、まあでも俺がね、でも普通に会話してて言っちゃうのは、まあ時いですからね、って言っちゃうからなですね。多分。なん。ていうか、時代の流れってやつ。うん、わかっちゃいるけど、時代がみんなに味方してくれりゃいいのに。確かに、まあ。おばさんの資本主義についての愚痴を聞いてても、退屈でしょい,いえ、そんなこと。そう。 く安くしてくれませんか。楽しんできてね。ただでくれませんかおばちゃん。おばちゃん。おばちゃんただでくれませんか。おばちゃん。こんな僕のために買ってくれます。クリスマスカード。みんな、一年休暇を取って警察から逃亡してます。ダニエルはテレキネシスが使えるよ。みんなも元気で。 えー、これ喜ぶかな、ダニエル。なんか喜びは見ないんだけど。てか,か金減りすぎだろう。<laughs> 30ドルもらっただろう。じゃあこれ,こ,れこれください。絶対喜ばねえわ。子供が作ったんか。 いやーちょ,ちょーっと待ってまずは見て回っていいですかもちろんえー、っと用があったら,でくだから子供が作った子供が作ったやつが喜ぶかなーへえここの子供が作ったんだ一番だよ。かクマちゃんはおさえるクマちゃん何なんですかえっとそこにあるクマを一つもちろん一番の人気商品だよええ それだけ <laughs> えっと。ま、あでお前900円しか持ってねえの見て回っていいですかもちろんえっと、用があったら。ま、でも、訳わ,わかんない熊よりはまあこっち方がいいんじゃないなんか子供とのつながりって意味でさ。全部地元の手作りだよ。記念だしな。さあどうぞ。でも手作りが全部。だいじゃこれでいきます。もちろん 地元の子の手作りなんだまあこっちの方がなんか絵描いたりしてね、えー、かっこよくできそうだしなこれだありがとう他には他にはないですいい大丈夫ですいい一日を。そっちもありがとうおじさん値段値引きしてくれてもよかったんだよ,よ任務完了。もう行かないとばああ、はい、いくよバレてる

今じゃここが地元だって <laughs> そんな強気にいけねえよそんな思い出ねえわああまあねちょっとそれアナザースカイで言いやつじゃんあたそれねえお <laughs> いくつってか<行> <laughs> うん、うんあちこちまたリアルいテだけいろいろキーパーソンかな しながら。長旅だろうな。まあね。でもこっそり列車に乗れば。ゆっくり休めるし。楽しそう。へえ。超楽しそう。そりゃもう。ただだし。マジ最高だよ。危なそうはちょっとなんか盛り上がんねえからな。<laughs> まあ、運がないと捕まったり。落ちたり。 まだ平気だけど競技似てんじゃん、競技がちょっと誰にも指図されない会社の奴隷でもないいろんなものを見られるだろうしねその通り次の目的地はカリフォルニアのハンボルト軍アメリカ行くんだお前は発発水に <laughs> まさか <laughs> 仕事しに行くんだよショーン、何してんのスリーを選んだよ魔女みたいにひん曲がってるあ、お

に <laughs> お姉さんじゃん。で、君はあ,あと、ショーン。あれ言わなかったっけ？言ったっけ悪い、ちょい絡まれてさ。誰誰誰？稼いだかあ枯れかだかまいかぜ。あっ、カレカノマスカー。シャオン。いお,お,お兄さんの犬急に犬来るじゃん。かっこじゃん。いろいろあったな。 俺らみたいにだから引き取ったのさ。こいつくさくて。<laughs> でもさ、自分では何とも思ってねえんだ。田舎 <laughs> じゃん。この子だけじゃないけどね。お前も髪洗ってねえだろ。今なんか動いたぞ。近づかない方がいいぜ。<laughs> ってかお前いしいなあ。まあ、彼女はかっこいい。 いや、気をつけ、どうなんだ近づかないほうがいいぜーって言われて <laughs> まあ気をつけますって言うべきか,か彼女はかっこいいですねっていうかどっちなんだあんまり彼女に触れないほうがいいんじゃないか兄弟って顔してもワンチャンあるからなでも行ってみようかい汚いのはあんたあホント普通っぽい子好きだよな 何言ってんの、あんた人のこと言えないじゃん。いや気にしないで。よし行くか。会えてよかったよ、しょ。バレそう。何やるも。エイに住んだぞ。バイバイ。いつかどっかで会いたいね。あ,あ、どっかで会うなこれ。またね。ワンちゃん可愛かったな。マッシュに会いたい。バカ野郎。失礼。犬はリードに繋いでくれ。 あ怒られてごめんね、リードは使わないの。町の規則でな。つながれてない、は罰金の対いだぞ。いに罰金払わせるセいやい,いおじさんなみだ。どいでしょ。たむろするのも、違法だ。お前ら、ここの人間じゃないだろ落ち着けって。クリスマスイチは誰でも歓迎だろう。<laughs> こいつが誰かお、ソトみなよ。

絡むな絡むなムダ、カカワラなって、あいつぶっておい。頭悪いんかお前。<laughs> どう考えても関わんないよ。関わらない方がいい。あのおっさん、どっちかっていうとあっちの方がまともじゃねえよ。あの、二人の方が。綺麗だね。おい、くぞ。あエル。る、まあ。マダムダ。 真面目に怒るとあ,あなっちゃうんだよなああいやつらってやっぱちゃんとやっぱこう接し方って大事だよな何いくダニエルてか2人はキャプテンはキャプテンとパパはどこ行ったもそこまで行ってんのかい <laughs> そこまで行ってんのめちゃくちゃ待たせてんじゃんすいません待たせちゃってみんなもう用は済んだかはいすみましたよし乗れ <laughs> あ,あかわいいもうキャプテンくんかわいいわずいぶん楽しそうだなよかったなえかわいいわこの2人ちょっとなんかやっぱなんて言うんだろうなやっぱ賢いからちょうどいいんだよな口悪いけどクソガキ感がないんだよわ <laughs> かるわかるでしょこれやっぱこう ちょっとインテリジェンスさがあるからさ、クソガキ感がないんだよ。それがいいわ、やっぱ。ただただ可愛い二人だわ。な、でもこの街では何も起こらなかったな。一番ちょっと怖かったけど、市場は。市場では何も起こらなかったな、幸い。ってことは今日も平和かばあちゃんに怒られるぐらいかせいせい。どこ行ってたのみたいな。 すいません、なんとかさ、みたいなのがあるのかな。それは正直ありそうだけどな。不安で仕方ないわ。そもそも家出んなって言われてんだからな。じいちゃんばあちゃんには。家出んなって言われてるとき家出たら結構罪重いぞ。元気だね。

2年前に死んだ,んだ重いな確かに辛いです、ね、お母さん好きそうなな顔してて<ー> <laughs> てるよ特に良き父でいるるわえ頑頑張張っっよパパじゃないですか クリスもいい子だそれにすごい想像力持ってると思いますよありがとうなんか書いてんのかな確かにクリスには物語を作る才能があるおええ、さっき絵描いてたら寄ってきてアドバイスくれました君たち兄弟は仲いいよな <laughs> よく ジェンゼンだって気づかされるよ。違うんですよ。クリス。あの子には普通の家族が必要だ。おっと、愚痴をこぼしちまったモトウサン、お父さんなんかやってんのかな、まあ、忘れてくれいや、聞けたよかったです。まあ人生誰にだって浮き沈みはある。そうだろう。 そうだと思います。レイノルズさんも同じだと思うが、彼らは支えてくれるクリスマ。本当にいい人たちだ。レイノルズさんがあれか、じいちゃんばあちゃんか。まあ、ばあちゃん厳しいって悪くないわ。ばあちゃん厳しいって言ったらあれなんだろうな、子供っぽいんだろうな。正直ただ物語見てる俺の目線からするといい人たちなんだ、たちだなんだよな。 多分ショーン的にはばあちゃん厳しいって言うかもしんないよただまあショーンは結構大人だからないっても言ってみよういい人たちだけどまあいろいろありますよ <laughs> こんな話して悪かったいやいやそろそろ二人が帰りたがる頃かなあ,あ君らも帰らないとなありがとうお父さんだいぶ待たせてしまった出るなよ <laughs> <laughs> よークリスああ スリーのセットするかやったじゃあパパモービルで先に行ってるからな <laughs> キャプテンスピリットに勝つつもりあれなのかなお母さんの時はさあんまパパとして頑張ってなかったのかなそういうことそういうことありそうだよな,なんかお母さんに任せてたみたいなただいまーおーい

お兄ちゃんのみたいいですごいよ絶対書いてやんなきゃいけないじゃん<の>俺がねえうんあどうしたあのさ二階の部屋見たい絶対お母さんの部屋だよダメ 引く気はないんだな <laughs>。引く気はないんだなって急に格好つけんな、まあ。ばあちゃん怒られちゃうんじゃない？婆ちゃんに言われただろう。バレたら大変なことになるんだぞ。バレないよ。ステルスモードでやればすぐやれば気づかれないって。まあ,あれなんだろうな。やっぱりどうしても見たいんだ。クリスママの絵見ちゃったからな。

どうしような、ちょっと時間伸びちゃうけど、まあ、いいか、そんな長くならないでしょ、多分鍵かかってるそりゃそうだろう。バカ野郎、お前。僕そういうとこだぞ。そういうとこだぞ、<な>お前。だね、これはもうね、プロとしは忘まらけどねわなねえ、ここにあんの あ体いやこういうのやっぱね人間ってやっぱね自分の身近なところに大事なものを隠すんですよすなわち何が言いたいかいや案外東大元暮らしかもしんないなねえ急いでここで見張ってるからさおっ急急行くぞ俺犯罪じゃんあらいやダメだろう ちょっとセクシーバージャンちょバージャン見たいわ俺しばらくバージャン見てねえわいや見たい結婚式の写真見たい <laughs> 服がすごいなにしても今と全然違う確かに全然違うなまあでもしゃあないよな全然違うなってなるわ <laughs> こんなに可愛かったのがすっかり悪ガキになったあこれショート何いる いいなあ。それにしても可愛いな。ショーの面影あったの今、ドレッサーじゃないだろう。ドレッサーに鍵でいる,るこの中かなあの人の部屋の鍵はえっ、消えたえっ、消えたドレッサーマーク。鍵どこだ出てこいよ。なんでこんないっぱい見せられるのえー。 ののアイルランド土産ばあちゃん夜眠れれれれないのか絶絶絶対対対怒怒ららるるってこれ絶対バレてこわどうしよう、絶対怒られるどうられ,るってこれもう、未うしか見えない鍵を。 探してるだけだ宝石じゃないぞうわこれって入試<え>なんだかキモいよな可愛いよなしかも鍵はなし鍵しまったお前ちゃんとしまいよドレスサーのやついやこれでもさ東大元暮らしなんじゃないのくそ届かねえ 東大元クラシスなんか濃厚じゃないこれさ、行こうぜ部屋。ちょっと閉めらったな。まあ、古屋めちゃくちゃ怪しいけど、まあ、倒す未来しか見えないから、ちょ東大元クラシス押してんだよ俺。どうよ。え入れなくなってます。絶対バーツの部屋じゃん。ゃんのどの部屋 どの部屋、うん、覚えてダニエルどの部屋ダニエル遅れてるよ。どの部屋ダニエル。時差ダニエル時差あるよ。絶対こればあちゃんの部屋じゃん。ははは。東大元クラスでそっちだのに。絶対ばあちゃんの部屋じゃん、こんなの。こっちはおいじいちゃん。 どこに鍵を隠したライトテープじいちゃんが昔のポップロック聞くようには見えないけどなえーなんかこれさぁねぼしいものはなかったな,な古いは怖くねえ古い箱っぽいけどはあの部屋で何してたあ調べれてあるなあ賢いちゃんとやってくれるんだマックスやんなかったからなライフイズストレンジでああ何してんだろう私って言ったからな <laughs> うるせえよ。なんだよ、お前と思ったけど何してんだろうじゃねえよ。じいちゃんに消防士時代のことを聞いてみたい入ってねえな。笑った顔のあの人、ダニエルに似てるな。本当だ。森で暮らしてるにのねしもねえなあ、これ。え地元ののヒーローロ基本装備。ここじゃない。 俺も自分の転職が知りたいあ、帰ってきた方が安全な気持ちでなうわ、クリスマスプレゼントか見ちゃったダニエルには黙っットが大騒ぎになるばあちゃんじいちゃん優しいな泣きそう服にガラクタでも鍵はないなどこよばあちゃん 飲み込んだいや、何もないか。え、ばあちゃんこれ飲み込んでんじゃないこれ、鍵。ショーン、私のお腹の中よ。っつって。行くるんじゃねばあちゃん。ば,ば,ば,ばあちゃん。鍵どこだ出てこいよ。鍵直したってか、ねえ、ショーン。なかったよ、今。鍵。 てかさ、ダニエルさ、時差あったから分かんなかったんだけど、どっからできたのか、ね、え。そう今しかないや、怖い,い。がいやめた方がよかったな。壊したりするな下じゃない、下じゃないな。跳ね返ってるわ。 いやこれ怖えわなんかないの鍵あこれはあカーディが怪しいぞあったいやでもだいぶ時間かかったな大丈夫か頼むぞこいつで開いてくれやってみようばあちゃん甘いね衣服に入れるとは ちょっと時間が押し迫ったなぁ。あんま残ってないね。なんでこんなにものがないんだろう。時間がなあ、ちょっと一旦切るか。ごめん。きっとじいちゃんとばあちゃんが整理したんだ。<laughs> 一旦切るか。この,の段ボールにさすがに多すぎるもんな。調べるもの多めんじゃあ一旦切るわ。ごめん。じゃああだした。